Yeah, yeah, that's about it. It's a good book. Thank you. Thank you. はい、やってきましたエクストリーム YouTube チャンネル、はい、東京展示会2日目、今回はですね、うん、カスタムプロデューサーに来てるんですけど、うん、キャピタユニオンディラックスをちょっとざーっと紹介していこうかなと思います。まず最初にキャピタの方からいくんですけど、うん、安定の DOA ですよ。これはもう誰が乗っても調子がいいって言われてるような、もう大定番モデルなんですけど、うん、これのポイント、はい、これこれ見てください、グラフィックが爆発じゃないですか、はい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 、これ一見これイラストで描いたと思うじゃないですか、はいはい、本当に爆発したらしいです、やばい、これ本当に本物の写真なんですよ、すごい、本当に爆発させた写真を載せてる、これこそここね、結構ねフレックス自体も結構ミディアムでね、これからパーク頑張りたい人とか、これから本当スノーボード頑張りたい人で、本当誰が乗っても調子がいいのがこの DOA になるんで、かなりカービングとかもできると思うので、うん、ぜひ使ってみてください。お、カズ今年の、あ、来期のカズ国防プロって言うんですね。わ、かっけえ、かっこいい、ね、かっこいいじゃないですか。でも、これはやっぱりソウルっすよ、ソウル。これね、ソウルね、ちょっとね、俺欲しいんですよ。なんでかっていうと、トラなんですよ。トラ、もうトラ年の僕からしたらもう最高っすね。いいね、かっこよくないですか。かっこいい、こんな感じであります。今まで結構流系だったんですけど、ね、来期はトラで、いい、ね、今今年かなり話題だったアーサーロングのシグネチャーモデルですね。形綺麗、綺麗ですよね。今年青だったんですけど、うん、来期は赤で、いいフレックスや、はいはいはい、ディレクショナルツイン、ディレクショナルツインで結構乗りやすい、サイドヒットで、うん、サイドヒットもするし、パークとかも全然狙えるような感じになるんで、これはかなりシンプルでいいっすよね。なんかまあエクストリームのステッカー1枚貼ってくれたらすげえもっと映えると思うんで、はい、まあキャプテンはこんな感じがエクストリームおすすめかなと思います。次にちょっとユニオン行きましょう。はい、じゃあユニオンに来ました、はい、ユニオンはですね、まず最初に大人気のウルトラになります。まあ、ウルトラは大きな変更点みたいなのなくて、うん、カラー変更で、またベースプレートもこういう風にね、全部かっこ、裏まで、見えないところまでかっこよくなってます、うん、なるほど。で、まあ、この辺はグラトリとか、まあ、パウダーとか結構オールラウンドに使えるようなモデルになってくると思うんで、ぜひね試乗会等々でやってもらったり、まあ、今はかなりグラトリの方に多く支持されているモデルかなと思います。これ結構パウダーとかフリーライトパウダーとかも良さそうだよね。そうですね、パウダーボードとかにもすげえ合ってくるようなビンディングになって幅広く使えるので、そうだよね、はい、グラドリンアジャスター使わないような滑りする人であれば、そうです、ただ最初から2度のフォワードリンは入ってるんで、うんうん、ちょっと角度はついてますね、最初から。トラータもさっきと同じミニディスク構造のになるんですけど、ラバーソールが貼ってあるんで、ミニディスクってただこう柔らかいみたいな、うん、さっきのウルトラはすげえ柔らかそうに見えるじゃないですか、うん、使ってみると意外と硬くて調子いいんですよ、だけどストラートはもうちょっと柔軟に動いてくれる、だけどラバーソールついてるから反応のグリップ性高いから、まあ、スピード出しても安定するよねっていう感じですね。この辺はもう王道、大王道モデル、まあ、色もいいね、色いいっすよね、まあ、俺だったら絶対このカラー、 あれ青じゃないんだ、いや来年のウェアに合わせるね、うん、来年のウェアね、そう、あ、ここ見て見て見て、これはねめっちゃ柔らかいんよ、これウルトラの中身なんだけど、めっちゃ柔らかいんですけど、ここがね硬いんすよ。なるほど、でこれがバランスがいいんだね、そうそう、こう乗ってくるじゃないですか、うんうんうん、だから大元は実際硬いんだけど下が柔らかい、だからね、でも使ってみるとちょっとね、そんなこんなグネグネ柔らかいっていうビンディングではないですね、ウルトラは。反応はちゃんと早い、早い早い、全然早いです。アトラスプロ、アトラスプロの大きな変更点あります、はい、アンクルストラップとトゥーストラップがユニオン新型になりました。すごい、
これでね締め方が多分だいぶ変わってくるのかなと思うんですけど、うんうん、アトラスプラは基本的にフットベッドに法事とカーボンを使ってて硬いです、硬いです。なるほど。で、まあ、カービング用ですね。カービングですね。カービングですね。カービングですね。まあ、実際僕もね気になってはいますね。なるほどね。はい、で今回、うん、ハイバックがフルモデルチェンジしました。はい、アトラスになります。今まで多分アトラスプロみたいなこういう感じの、うん、ハイバックだったと思うんですけど、はいはい、ちょっと変わりました。非対称になった。ボードリンを出すとはもう非対称。そうですね。すげえ斜めってますよね。へー。他は変わってないかな。あ、でもストラップ類ちょっと変わったっすね。めっちゃ伸びるじゃん。いい、良さそう。これもね、かなり使ってみると、これはアトラスプロよりかはちょっと柔らかくなったカーボンが入ってないカービングとか、まあ後続域で滑る人には最高なモデルになってくると思うんで。なるほど。僕はね、まあ今ちょっと浮気してますけど、うん、アトラス大好きなんで。なるほどね。はい、今年フォース使ってるけどね。今年はフォース使ってたんですよ。でもね、ちょっとね、次でフォース紹介するんですけど、うん、来年のフォースも結構激アツなんですよ。ちょっと紹介していいですか。はい。今のフォースって多分こういうの、これ新しいからね、そうだね穴開いてるじゃないですか、はい、だけどついに出ます。出た。ついに出ます。フォースといえば、はい、チームハイバック出ました。このチームハイバックにすることでちょっとフレックスが気持ち硬くなるのかなっていうような感じ、まあ、穴開いてない分ちょっと硬いのかなっていうので。穴開いてるやつは例えばパークとかグラトリユーザーがすげえ好きなぐらい柔らかいと思うんですよ、まあ、ラントリとか。ただカービングする僕にとっては、うん、なるほどね、うん、こっちの方がいいっすね。まあ、ホースを熱弁しちゃうと、うん、今までの前のホースクラシックの形あるじゃないですか、うん、はちょっと柔らかい印象だったんですよ、うん、だけど硬くなった気がします、うん。はい、で、まあ、明らかに分かる、クラシックとか、うん、なんかね、俺その前使ってたフォース使ってたのがね多分5年ぐらい前の話なんですけど、その時は柔らかくてアトラスにしたんですよ。なるほど。だけどフォース全然十分、スピード出しても全然十分です、はいはい、この1枚目のこれ層になってるんですけど、一番下が硬いんですよ、で硬くて柔らかくて硬いんですよ。この黒いところがめっちゃ柔らかいんですよ。なるほど。そこがクッションができる。なるほど。けど大元が硬いんでスピード出した時の安定感みたいなのはしっかりある、うん、でスピード出した時にやっぱり穴開いてるとちょっとクニャンっていっちゃうんですよ、うん、だけどこのチームアイバックだったら絶対大丈夫ですよ、うん、だからライン、スプレッドは関東入ってる。関東入ってます。あ、2度の関東は入ってます。入ってるですね。まあ、ちなみに僕はこの色使おうかなって今思ってました、ユースケっぽくないんだけど。え、じゃあ俺こっちの方がいいですか。うん、そう。え、絶対俺これがいいんだけど。これがいいです。はい。もうちょっと渋くてなんかおとなしい感じがするけどね。はい、でもまあ、うん、色的にはこれがいいね。これいいね。これかっこいい。これのチームハイバック欲しい。なるほど。けどまあこれかな。ガンメタ。本当ね、なんかね、ユニオン結構なんか形悪いとかっていう人いるんですけど、うん、かっこいいし普通に映えるめっちゃ、うん、で使ってみてほしいです。調子いいよね。マジでいい。本当に、うん、久々にいいウィンディングに出会ったって感じします。まあ、同じくトリロジーもチームハイバックが登場ということで、で来季から今年フォースクラシックだったじゃないですか、うん、トリロジークラシックも出ます。そういうことね、はい、ブラックとチームハイバックのホワイト、なるほど、が2つが出ると。あと、まあ、こっちにはレガシー、これやばいっしょ、チブガール、チブガールとコラボ、かわいい、かわいい、これ結構俺が女の子だったら使いたいっすね。僕は全然わかんないですね。一番注目されてるライダーですね。はい、これはかなりレア映像です。はい、シグネチャーのシグネチャーブーツを。はい。特徴マニュー、シグネチャーブーツ with deluxe. It's called Aris. It's a bit of a harder boot for fast riding and big impacts, but it's also got the like it's still soft enough to do good tweaks and laybacks and cruise around. And this year we added this thing as well to for hiking in powder, so the snow doesn't come in. And yeah, a new design to the Aris boot from last year. So
Yeah, I think it turned out really good. It's a black and white, yeah. Classic clean boot. Thank you. I'm really, really hyped how it turned out. Got the KB logo here. Mm-hmm. And then, yeah, the Deluxe old school logo and little KB logo there. Yeah, that's about it. It's a good boot. Thank you. Thank you. Thank you, guys. Thank you, man. Thank you. Thank you. なんて言ってたか言ってました。正直全部は分かんないんですけど、はい、まず、うん、パウダーガードね。そう、パウダーガードって言ってましたね。これね、他社と比べても、うん、結構ピッチピチ感がないっす。ゆったりこう止められるような感じ。そう、だから本当に多分雪が入ってこないようにしてるんでしょうね、うんうん、なるほど。でもなんか俺ちょっと聞こえたのはちょっとソフトになったよって言ってましたね。そう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 、今年モデルよりもちょっとソフトになったって言ってます。で、ユースケも試着した時なんか少し柔らかい。あ、柔らかいし、うん、でこのソールねめっちゃいいっすよ。なんか履いた感じっていうか滑るとすげえわかる、なんか踏み応えがあるというか。なるほどなるほど。ちょっとひっついてくるような感じ。まあとりあえず彼のコメントは正直、うん、全部は理解しきれなかったですけど、うん、結構簡単な英語使ってくれたんで、うんうん、あと翻訳できると思う。さすがっすね、うん、ケビン・バックストロームはマジで映像見た方がいいっす。マジビビる。ほんとビビる。だって降雪機の上バーン飛んでいくもん。サイドヒットだもんね。ハイオーリー系。ハイオーリー系。いや普通にフリーライドうまいっすね、はい。ビヨンドメダル あのウェアとかもぜひチェックしてもらえればかなと思いますので。はい、ちょっとディラックス軽く紹介していこうと思います。さっきね、はい、ケビン・バックストロームがすげえ分かりやすく説明してくれたと思うんですけど、うん、まずちょっとからあとエッジカービングつくの方はエッジプロいいと思います、はい、これ硬くて、うん、もうワンシーズン余裕で持ちますね。だね。はい、でアースリンですよ、はい、大人気モデルになりましたアースリン、はい、もうちょっと来年も渋い、ね、ですね。この素材がすごくいい、かっこいいですね、うん、でさっき紹介したケビンのシグネーチャーアイリスとエンパイア。エンパイアいいね。いいですね、色がかっこいい。こっちの色もチャコールとダークグレーかな、うん、でデーモン L3 ボアに新しくデーモンプロっていうモデルがつきました、はい、これはですね、まあ、ベルトついてなんですけど、うん、ソールが今年から出た KB とかについてる新型のソールになってます、これも張り付くような感じですごい履きやすい、うん、でなんかさっきメーカーの方から教えてもらったんですけど、こっちのデーモン L3 ボアよりもちょっとここのタンの素材とか、うん、ちょっとところどころ違うところがあるんですけど、うん、防水性能とかもうちょっと高い、うん、こっちの方が、でフレックスもデーモン L3 ボアよりもデーモンプロの方がちょっとだけ柔らかい、フレックスカタログ表記は一緒らしいんですけど、ちょっと柔らかい。確かに僕もさっき履いたんですけど、うん、柔らかかったですね、はい、ただサイドはしっかり硬くて、うん、張り付くような感じなので、うん、レーモンよりちょっと柔らかいの欲しいなみたいな人とかにはすげえおすすめになってくると思います。で、チーム ID 変わらずです、色が。で、新しく出たのがチームプロ。お、見た目はね、チーム ID リミテッドみたいな感じなんですけど、まあ、僕はこのカラーリングがすごいかっこいいなと思う。このステッチいいね。いいっすよね、ちょっとウェアとかと合わせたらめっちゃかっこいい、なんかスニーカーっぽく履けると思います。で、ID デュアルボア。ID デュアルボアはこのネイビーが新色で出ました。もうね、渋い渋いっすよね、はい、で、ブラックとホワイトとで、DNA です。で DNA もね、このカラーリングめっちゃかっこいいんですよね。これはアンクルストラップ、アンクルにボアがあって紐で締めますよっていうの、はい、で、デーモン。あ、で、これが、あ、これが DNA ですね、うん、で、上が DNA プロになります。DNA プロと DNA の違いはタンのあれが違います、パターンが違います。 あとインナー、あとインナーですね、インナーが DNA プロはチーム ID とか ID デュアルボアに入ってるステージ3インナーが入ってるんですけど、はい、DNA はステージ2インナー、ちょっと成形幅が落ちちゃうんですね、はい、と同時にここのねタンの部分の素材がちょっと DNA は薄いんですよ、だけど DNA プロはその ID デュアルボアとかチーム ID とかと同じようなちょっと厚めが入ってるんで、こっちの方がちょっとだけフレックスが高いのかなと思います。なんか持ちも良さそうだね。持ちも良さそうですよね、うん、で、チーム ID ララ、うん、これもカラー変更と ID ララボアですね、ベルトで締めて下ボアで 1,2,3,4 本をボアで締めるっていう感じです。
ブーツはもう履いて選んだ方がいいです、うんね、なんで履けるお近くのディーラーさんで履いてもらって、はい、まあ、その時にビンディングとかも説明受ければいいかなと思いますんで、うん、まあ、来季も結構暑いですね。暑いですね。ちょっとね、ちょっと1個だけ紹介したいです、うん、僕ね、これ買いました。これ予約した。おお、これ買った。ユニオンのバックパック、うん、これ見たことないですよね。うん、いいね。14リッター、ね、そう、リゾートバック。これちょっと注文しました。なるほど、はい、楽しいね。色は色は黒にしたっす、うん、だからこんな感じ。これ24リッターでバックカントリーなんですけど、なるほど、買いました、こんな感じでアクセサリーとかもあったり。これがね、確かブライアン・イグチとのスプリットビンディングになりますね、まあ、こんな感じで来季も結構暑いっすね。いいっすね。ここから僕たちも覚えていかないといけないんで、はい、こんな感じで今日は終わりにしようと思います。よかったら高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。じゃあまた次の動画で。